この朝っぱらから朝っぱらからむちゃくちゃ可愛いな。おはよう、しばこ。と、僕のタブレットだ。ごめん、しばこ、降りてくれ。なでしこさんからメールだ。夕べは報告メールをありがとう。木馬とチェズレイの不在についてはとりあえず横に置いておけ。君らはそのまま歌姫さんと行動を共にするように。木馬さんとチェズレイからは結局音沙汰なしだ。何事もないといいんだけど。スイさんは夜の間式神ロボットが見守っていた。異常があれば知らせが来るはず。あわすれひすまいかの祈り。歌声？庭からかな。そこで顔を上げる。ゆっくりと。そう。柵の痛みを美空に返し、今日は雲間に眠りません。ああ、カムラの練習をしているのか。本当に筋が良い。泉以上かもしれぬ。褒めすぎだよ。照れんでもよかろう。これをよければ本番で着ておくれ。泉の巫女装束じゃ。この香り、知ってる。お母さんの香りだ。これは、わしが手作りした香でな。昨夜抱きしめておいた。確かに泉は、この香りを好いてくれていたが。そうか、マイカを去っても使ってくれていたのじゃな。お母さん。ルーク、なんでコートの裾を握りしめてるの？それに、今にも泣きそうな顔してたような。起きたんだな、シキ。でも君まだ寝ぼけてるのかもな。長い間離れてても、ああやって自然に寄り添える。四季、そうか、切ないよな。四季は親御さんに会えないままその死を受け入れなきゃいけなかったんだから。なあ、四季。血のつながりがなくても人は寄り添える。本当？どうやって？手を取り合うんだ。それだけだよ。シキ、君は僕たちの仲間になってくれた。僕たちの手を取ってくれた。もう僕たちは寄り添って進んでるじゃないか。キザなの？え？同感だ。朝から胸焼けするわ。おはよう、アーロン。みん
な、起きてたんだ。おはよう。またあやつらか。庭におるから回ってまいれ。で、ごんぞう様が、また小敵と共におりまして。だからなんじゃ。ごんぞうも昔は孤児だったゆえ目をかけておるのだろう。それが小杖様、今日は小鉄が大変怒っておりましたの。あの蹴りごまを作ったのゴンゾーなんだな。父ちゃんの形見だって言ったくせにと。ゴンゾー様ったら普段はあんなに武骨じゃのに、小鉄の言葉に弱りきっとったわ。可愛らしいわ。お、その蹴りごまって、あ、ルークが持ってたんだ。持ち手がないから本当にキャンディーみたいだね。そう、持ち手ね。ゴンゾー様曰く、簡単に回せると小鉄が飽きてしまう。それがお寂しいからあえて蹴りごまになさったとのこと。ぽっ。ゴンゾー様、けなげじゃわ。かわいらしいわ。いい加減にせんか、三人とも。そなたら、ゆうべも似たようなことで駆け込んできたではないか。ああ、そういえば。しまわれましたが、見間違いではありませんでした。あれがカエン様の素顔なんじゃろうか。火の権化のようで素敵じゃったわ。朝っぱらからせえな。お前らの厚化粧にも水ぶっかけてやろうか。なんですって。あのアーロンがたじろいでる。巫女衆、恐るべし。静まれというのに。今日は雨降りの日じゃぞ。巫女が浮ついていてどうする。雨降り、そうでした。水様が大巫女としてお神楽を待ってくださるのでしょ。待ちきれませぬ。ぜひお歌も歌ってくださりませ。うん、かわいらしいわ。祈りの儀はこれからかね。祈りの儀？雨降りの日の儀式でな。大巫女は舞台に立つ前にご神体に祈りを捧げねばならぬ。ご神体は舞花城にあるゆえ少し歩かせてしまうが、もうすぐ城から迎えが来よう。すまぬが頼む、つい。うん、分かった。それなら当然僕たちも同行させてください。舞花城へ。水様、城まであと少しでございます。おみ足は痛みませぬか。大丈夫です。私はですけど。また山道。そうなるのが分かってて、なんでついてくんだよてめえは。
おまけにこいつまで弱ったな。すっかり懐かれちゃって参ったな。村山シナルーク。シキ本当に辛そうだな。よければんじゃねえよ、ドギ。俺が口笛吹いたらやるべきことがあったろうが。しょうがねえ。もう一度だ。おお。しまった。つい。おい、ハッカー。チャンスだぜ。とっととドギーにおぶさっとけ。これ以上ピーピー泣き言言われてもうるせえからだ。ああ、なるほど、そういう。いやいやいや、こんな恥辱のやり取りを挟まなくても背中ぐらい貸すよ。ありがとう、ルーク。でも、大丈夫。今のあなたに比べたら大して辛くない気がしてきた。哀れみの目で見られとる。そしてこっちの子はむちゃくちゃ興奮しとる。お座りしてるね。お揃いだねつってんだろ。シバコ、あんまり先に行っちゃ。あ、どうした？シバコ、どこ行ったんだ？そう遠くには行けねえはずだが。確かに今さっきまで見えてたんだし。さっきの吠え方、悲鳴みたいだった。早く見つけてあげた方がいい。近くを探そう、ルーク。よし、待ってろ、シバコ。集中しろ。これはシバコの足跡だ。あっちへ向かってぐるっと回って、あれ、元の場所に戻ってきたぞ。これはシバコの足跡だよな。途中で途切れてるけど、まっすぐこの先に進んだように見えるぞ。あの立派な櫓は城に近づく不埒者を見張る物見櫓でございます。もしかしてシバコはあの櫓の上に登って降りられなくなってるんじゃ。それは考えにくいかと。我らが主フーガ様が幼少の頃から守っていらっしゃる風見の櫓、犬ごときが登ろうとすれば命はありませぬ。なんか物騒なこと言われた気がするけど、登れないような仕掛けがあるってことかな。なあアロン、あの櫓の足元、下草が折れてないか。ドギーに気づかれるようじゃ隠し扉になってねえな。隠し扉？あの下草が折れてるところに扉があるってことか。ああ、大方地下に隠し部屋でもあんじゃねえの。じゃあもしかしてシバコはそこに。いや違うな。さっきからかすかに妙な水の音に混ざった犬っころの声がする。どこだかわからねえが、あの櫓の下じゃねえのは確かだ。この辺りで水の音がしそうな場所か。蔵みたいだな。はい、
我が里の財を守るため特別にあつらえた金蔵でございます。芝子は中へ迷い込んで出られなくなったってことはないだろうか。芝子、おい芝子、いないか。お客人、この蔵の壁は厚うございます。たとえ犬が鳴き返してきていても、あなたに獣並みの聴力がなければ聞き取れますまい。獣並みといえば、俺にも何も聞こえねえよ。そもそもこの蔵の出入り口は正面の扉だけですし、金庫番のゴンゾー様でなくては開けること叶いません。芝子がこの中に入る術はないってことか。芝子がどこにいるのか今なら推理できそうだ。アーロンが聞いた芝子の声から考えると、クルイドの中だ。井戸に落ちたのか。何やってやがんだ。芝子、よかった。でも痛かったよな。芝子は梢様の飼い犬。このままにしてはおけませぬ。マイカには傷によく効く湯がございます。それがしが連れて行きましょう。僕たちこのまま勝手にお城まで行っちゃっていいの？はい。ご神体は城門をくぐってすぐの雨降り殿に祀られております。門番に案内をお申し付けくだされ。それではごめん。芝子、元気になったらまた遊ぼうな。開門。スイ、よく来てくれた。城をゆっくり案内したいところだが、お主の晴れ舞台までそう時間もない。早速祈りの儀を始めよう。手はずは聞いているか？確か、ご神体に祈りを捧げるって。うん。ご神体はこの雨降り殿の中だ。お主はご神体に触れながら、今日の神楽の成功を祈ればよいだけ。皆が絆で結ばれ、笑顔になりますようにとな。わかりました。では、早速中へ。待たれよ。客人はこの先へ進むことまかりならぬ。ご神体の間には王族しか入れぬ決まりでございます。しかし大丈夫だよルーク。そっとこのロボット、この機械な人形にも遠慮してもらいましょう。あ、式神ロボットをついていかせることもできないか。心細いか。スイもまだ子供だな。ルーク殿たちも案ずるな。ものの10分で終わる。そこで待っておれ。あ、10分も。この側近どもの陰鬱な面見てなきゃなんねえのかよ。ああ、辛抱を召されよ。実質10分もかかりますまい。今の物音、中からだ。スイさん、どうしました？助け。くそ、鍵が。どけ。ルーク！
スイさん！どけ！スイさん、スイ！運のない者どもだ。スイについてきたりしなければ少しは生きながらえたものとは言っても一日かそこらだがな。どの道明日ブロッサムは壊滅する。何言ってんだてめえ。マイカによる討ち入りだ。お主らはサンジを見ずに死ねる分むしろ幸福かもしれぬな。ああそうだ、お主らアマフリー氏にこだわっておったな。メイドの土産だ、存分に見るがよいぞ。ご神体、これぞ最高純度のアマフリー氏だ。これだけはディスカードにも売らなかった。てめえやっぱりディスカードと。さあ見たな、もう良いな。置いてはいけない。呼ばれておるぞ、スイ。おお、すまぬ。死んでおるのだったな。クーガー。かわいい姪が寂しがっておる。お主ら、まとめて後を追うがよいぞ。大きく息を吸ってそのまま止めろ。喰らえ、村雲。これは毒か。煙が回らないうちに逃げるんだ。俺がしんがりになる。よかろう、やってみろ。振り落とされたくなきゃ捕まってろ。走れ。また逃げるのか、モクマ。母上に救いでも求めるか。できた息子の言葉と主殺しのお主の言葉、どちらを信じるであろうな。門を閉ざせ！滑り込むぞ！く
そ、しつけえ奴らだな。アーロン、振り返らない、走り続けて。悪魔ルーク。はい。そこを左に曲がるとキャンディーがある。食べ方はわかるね。キャンディ、食べ方、何かの暗号か。とにかくアーロン、カードを左へ。崖、この高さ下が水でもさすがに死ぬぜ。じゃあ袋小路ってこと。そんなはずはない。木馬さんには何か意図があるはずだ。怪しいのは滝の前にある3つの灯籠。手裏剣、花、駒が描かれてる。木馬さんからのヒントはキャンディ。ドギ、ちんたらしてる暇はねえぞ。すぐ忍者どもが来る。ああ、まず3つの灯籠のうちキャンディを表すものは、そう、コマの灯籠だ。僕は蹴りゴマをキャンディーと勘違いしていた。次、このコマの灯籠に何をすればいいか。木馬さんは食べ方はわかるねと言った。キャンディーの食べ方、すなわち蹴りゴマの回し方か。蹴りゴマを回すには確か側面を蹴ればよかったはず。よし、灯籠の側面を思い切り。あ、こんなカラクリが。敵が迫ってきている。二人とも穴に入ろう。穴を塞ぐ必要はない。必ず木馬さんが無事に追ってくるはずだ。さて、あとは片っぽだけ残す方がそれらしいから。クソ、木馬め、どこへ行った。気配はないぞ。よもや滝から飛び降りおったか。そのようだな。滝の口を見ろ、あやつの下駄だ。バカめ、この高さでは我らでも助からぬ。今頃はひしゃげて織田仏よ。長いトンネルだ。僕たちが這いずる音以外何も聞こえない。いや、離すなと言われていたじゃないか。僕の責任だ。そばを離れるんじゃなかった。スイさんがどんな思いで舞花へ来たか、真実を知るためどんなに一生懸命だったか。その手を取れたら、思い切り引き寄せられたら。ルーク！スイさん、守れなくてごめんな。ルーク。おい、先に光が見える。出口が近いぞ。
どこだろう、ここ。大きな木だね。奥に廃屋がある。里の外れなんじゃ。うわっ！木の根元に人が。気づかなかった。おい、てめえ何見てんだ。敵か。お前、さえんな。はあ？今のは俺に言ったんだ。木馬さん、無事でよかった。ルークたちのおかげだよ。そいでもって。久しぶり、ガコン。変わらないね。お前は老けた。昨日戻ってきたって？ずっと工房にこもっていたもので知らなかった。ここにおれば会えるのではと思ったが、まさかあの抜け穴から出てこようとはな。また舞花城から逃げてきたか。ああ、また昔は滝の近くに忍者たちの修行場があってね。俺はよく怠けてそこから逃げ出してた。ガコンに作ってもらった抜け穴を通ってね。こいつカラクリ師なんだ。怠ける目的なら協力などせんかったが、風雅様をかわしていたのだろう。腕が立つお前はよく嫌がらせをされていた。あの方は昔はねじ曲がっていたからな。昔はそのまま腐りきっての今だろうが。何？こっから先は外で話さない方がいい。そこのお堂に入ろう。すっかり廃寺だね。ああ、風雅様が新しく立派なお堂を作りになったからな。風雅、木馬さん、なぜあの男はスイさんを。ごめんな、ルーク。俺も大概人が悪い。敵を騙すには味方からと思ってね。え？ごめんくださいよっと。あらあら、言う前に入っちゃった。この人、確か木馬さんの昔馴染みの。あ、待て、後ろに見える影。水さん。ううん。化けててんの早えな。違うよ。足も影もある。生きてたんだね。今朝スイちゃんに連絡を取ってね。ずっとおかんの家に隠れてもらってたんだ。どんな事情か知らんけど、いい客だったわよ。いい思いさせてもらっちゃったわよ。泉姫さんのお世話してた頃のこと思い出しちゃった。親子でだいぶ雰囲気違うけど、根っこは同じ。優しくて真面目で、めんこいったら。お母さん。ま、感傷に浸るのは5秒までって決めてるわけよ。じゃあ私井戸端に行かなきゃ。今日のお題は白髪の魅力。木馬を例にあげちゃおっかね。おかん、ありがとな。はいよ、またね。ルーク、大丈夫？はい、いや、ちょっと待ってくださいね。本物のスイさんは今までお母さんと一緒だった。うん、今朝、小杖様の屋敷を出て城に向かう時に入れ替わってもらったんだ。入れ替わって。じゃあ
まさか城で切られた水さんは。変装だったわけですね。ごめんね。じゃあ当然ながらチェズレー、あの時の水さんはチェズレーの変装か。俺から頼んだんだ、スイちゃんに化けてくれるか、万一の時はうまいこと死んでくれるかって。飛行船の時みたいに。じゃあチェズレーも今無事でいるんでしょうか。そう信じてるよ、だってチェズレーだからね。妙な説得力があるな。それにしても、何？本当によかった。あなたを失ってしまったかと思いました。大げさ。生意気なガキだな。ドギーは水を守れなかった、僕はゴミだっつって男泣きしてたぜ。だいぶ違うよ。で、結局なんだ。おっさんはこの女が殺されるのを予測してたってことか。そうだね。里に来る前から不安はあった。フーガは20年前にも老いを、スイちゃんの兄を手にかけてるんだ。え？何を言う、木馬。あれは、シーザンだと。要所に手を回して、そう見せかけたらしい。泉姫様や、小杖様さえ騙したんだ。あの頃俺は、フーガの手下の密談を聞いてそれを知ってしまった。なぜだ、フーガ！なぜそんなむごいことを！むごい？むごいのは、あの忌み子を宿した泉だ。泉はな、大きな腹をさすってこう言った。この子が、マイカとブロッサムの融和の証となりますよ。その時から、待ちわびておったわ。早く出てこい。産声を上げる前に首ってやろうとな。由緒正しき王族の地、侵略者に汚されてなるものか。私のものだ、この島も泉も。お主は知りすぎた。死んでもらうぞ。フーガ、お前は考えないのか。泉姫様の悲しみを、死んだ子の哀れさを。考えんな。私にまつろわぬ罰、当然の報いだ。下等が。三日月って言ってね、駆け上がって上空から刀を投げ下ろすシンプルな技だ。力の加減も軌道の調整もしようと思えばできたはずだった。だけどあの時の俺は怒りに支配されていた。義憤だけじゃない、幼い頃から溜め込んでいた死因が吹き出したんだ。殺意という形で。そして様、どう
どうなされた？これは…モクマ、まさかお前が…皆の者、よく聞け。これは監視だ。若く、愚かな息子へのモクマを…木馬を追うことは許さぬ。しかし主命じゃ。はっ、木馬、お主にも最後の命を下す。決してわしを後追いするな。行け。行け。なんという。木馬さんは悪くないと思う。ありがとうな。俺は昨夜、その鍾乳洞で風雅に会おうとしてたんだ。風雅が心を改めていたら、親の仇として殺されよう。新たな悲劇を生もうとしてるなら、差し違えて終わりにしよう。そう思ってた。なあ、義教信じゃなく、自分のためだ。主殺しの罪悪感から解放されたくてね。なのに、いざって時になって俺は生きることを選んだ。これからもずっとそうだろう。俺の罪は俺が一番よく知ってる。人の命を奪った事実は消えない。だが、それを逃げの口実にするのはもうやめるよ。奥馬さん、みんなも聞いてたね。フーガは明日ブロッサムに討ち入ると言っていた。そしてディスカードとつながっているとも。はい、確かにそう言っていました。フーガを止めるには今日中にマイカ城に潜入し、フーガを捕らえるしかない。おい、あれは難攻不落のカラクリ城だぞ。お前が一番よく分かっているだろう。ああ、馬鹿正直に城門から入っても風雅がいる大天守にたどり着くのに3日はかかる。だから物見窓から潜入しよう。物見窓？うん、ちと待ってくれ。覚えてる限りで城の構造を書いてみるよ。あ、じゃあ僕その情報をシミュレートしてみんなのタブレットに送信しようか。いや、そりゃ助かる。頼んでいいかい。ドラ、こんな感じだったはず。なるほど。じゃあここがこうか。で、こっちがこう広がって、できた。みんなのタブレットに送ってみたよ。こんな感じでどう？おお、見取り図だ。いやあ、完璧だよ。ありがとな、四季。さっき潜入口として挙げた物見窓ってのはここだ。城から里の様子を見るときに開かれる窓でね、だいたい 4,5 階くらいの高さになる。ここから潜入できれば渡り廊下を経由して一気に大天守まで行ける。ま、今の中の様子は俺もわからないから
里の人間への聞き込みは必須だけど。だがこの物見窓も確かからくり仕掛け、外からではあかんぞ。どうやって開けるつもりだ。里で何か起こせばよいのですよ。中にいる敵が窓を開けて確認せずにはいられないことを。チェズレ、おかえり。早かったね。敵も亡骸と過ごす趣味はないようで、縄文近くの納屋に放り込まれましてね。人の気配が消えた頃、ガラガラ抜け出しましたよ。あの、代わってもらってごめん。お気になさらず。あなたが行くには無粋すぎる場所でしたので。でも本当に私に化けたの？ご覧になりますか？鏡を見てるみたい。それ特殊メイク？マスクですね。丹精込めて手作りしています。繊細な曲線、味わい深い凹凸、1ミリ単位までこの指先で整えてゆく。その種のこだわり、陶芸家あたりと話が合いそうだな。この質問何回目になるかわからないんだけど、もう絶対あなたたちってショーマンじゃないよね。それは…そうなのです。水上、私にはあなたほどのショーの才能はない。さすがに歌えば違いがバレます。最悪怪しまれて舞台が中断してしまう。今回は私では大鳥の役を果たせません。チェズレ、何の話だ。今晩水上は神楽の舞台に立つ予定なのですよね。これを見た時一番心をざわつかせるのは誰だと思われますか、ボス？フーガだ。彼が見たら心をざわつかせるどころの話じゃない。ご名答です。さすがはボス。亡き者にしたはずの水上が里で神楽を舞っている。当然物見窓は開くでしょうね。混乱で城の守りも少しは揺らぐかもしれません。だが水さんが危険では、フーガが今度こそ仕留めようと刺客を放つかも。そこでいつもの戦法はいかがでしょう。二人が舞火城に潜入し、残りの二人がおとり役の水上を護衛する。おとり、やらせて。できることがあるならやりたい。お母さんのためにも、会うこともできなかったお兄さんのためにも。水さん、それにもともと神楽の舞台には立ちたかった。お母さんが見た景色を見たかったんだ。ちなみに私が城で死んだふりをしていた時、フーガが小杖殿宛てに使いを出していまして、水は具合が悪くなったので城で休ませる、神楽は中止してほしいとね。忍者衆は何でもこれから城を挙げてブロッサム襲撃の準備をするそうで、使いの者も早く城へ戻ってくるよう言われていましたよ。我々の捜査には大変都合が良いですね。つまり今里には忍者がいないってことだよね。なら私、小杖さんのところに戻って神楽をやりますって言ってくる。話が早くて助かります。ガコ、それからシキ、念のためスイちゃんを送ってってもらえないかな。俺たちは夜の潜入に向けてカラクリ城の情報を集めに行くよ。うん。正直なところ頭の中がとっちらかってるが、救命の頼
頼みになろう。木馬よ、確か俺の父は大天使の設計に携わっていたはずだ。え、最近物忘れが激しいのが不安だが、懐かしい顔でも見れば刺激になるやもしれない。ありがとうガコ、持つべきものはからくり師だね。こやつではな。僕も何か役に立てることがないか考えてみるね。また夜に御神楽の時に会おう。はい、それまでに必ず城への潜入ルートを確保します。よし、僕たちもやるべきことを始めよう。木馬さんの書いた図をもとに舞花城の潜入ルートを割り出すぞ。まずスタート地点はこの物見窓、ゴールは風雅がいる場所。大天守だね。城の西洋にある王の住処だ。今回ルート取りは分かりやすいんじゃねえの。きっぱり二手に分かれてるぜ。それ確かに、どっちに行くにしても入り口付近の赤いマークが気になるな。木馬さん、赤いところはロック付きのドアでしょうか。うん、そんなようなものだ。この部分には跳ね橋があってね、普段は橋が上がってしまっていて渡れない。昔漏れ聞いたところによると、橋を下ろす鍵は空色の手裏剣らしいんだよね。空色の手裏剣、どこかで見たような気もしますね。この跳ね橋からも分かるように、今回の潜入では複数の建物を渡り歩いていく必要があるようですね。うん、大天守に行くまでの間に複数の小天守があるんだ。天守と天守の間は渡り廊下でつながってる。その小天守、ご丁寧に色分けされてんのはどういうことだ。よくぞ気づいてくれました。実は小天守は5つの属性に分かれててね、左上から火の天守、金の天守、水の天守、土の天守、そして木の天守だ。この舞花城は別名からくり城とも呼ばれててね、そのゆえんは各天守の属性にちなんだ様々な罠や仕掛けなんだよ。つまり火の天守には火にちなんだ仕掛けがある。その通り。俺は下っ端だったからどの天守にも詳しくないんだけど、マイカのからくりは凝ったものが多いんだ。無策で挑んじゃうと多分バターン、グサッ、ゴー、グシャッみたいなね。深追いしないでおこう。じゃあなんだ、からくりの解き方を調べるってことか。そんなもん城の中にいる敵しか知らねえだろ。ところがそうとも言い切れない。5つの小天守は風雅が管理してるわけじゃないんだ。といっても火と金の天守の主は風雅の側近の2人だけどね。まずは火の天守から行こう。主が誰だか想像できるかい、ルーク。間違いない、風雅の側近のうち火のイメージに近いのは火炎でしょうか。当たり、火炎が火の天守の主だ。さすがに本人から探り出すのは無理でしょうが、彼の特徴が足がかりになるかもしれませんね。火炎の特徴か、どこかで聞いた気もするな。次に
金の天守。ここの主は風雅のもう一人の側近だ。わかったぞ。確かゴンゾーと言いましたよね。その通り、ゴンゾーが金の天守の主だ。こちらも本人ではなく周辺を当たるパターンですね。そうだな。ゴンゾーと縁が深い人や場所、思い当たりゃいいんだが。うん。残りの3つの天守だけど、実のところ今は主が不在でね。不在？うん。まず水の天守だけど、ここの主は20年前にマイカの里を出てしまった。今は空から娘を見守ってるはずだ。じゃあ水の天守の主って。わかったぞ。水さんの母親泉さんですね。うん。若主にとっちゃ水の天守は憧れの場所だったよ。みんな姫様が好きだったからね。ただ実際に入れた奴は誰もいなかった。泉姫様ご自身はおっとりした人だったけど、その分従者や世話係が厳しくて。なるほど。次に土の天守。ここの主だった人は風雅の遠縁でね、俺が里にいた頃から城での生活が肌に合わないって言ってたよ。土で美を表現する職に就きたいと。そしてどうもその願いを叶えたらしい。それはつまり土の天守の主はあの職に就いたってことでしょうか。これだ。土で美を表現する。パッと思いつくのは陶芸家かな。ご名答。土の天使の元主は今や里一番の陶工なんだって。こちらについてはご本人を当たることができそうですね。次は木の天守。この天守の主は最近足を悪くなさって城を出た。今は里に屋敷を構えておいでだ。ルークたちは昨夜泊めてもらったんだよね。ということは木の天守の主は。これだ。梢さんが木の天守の主ですね。うん、その通りだよ。梢様好きの巫女衆もよく出入りしていたみたいだね。巫女衆、あの賑やかな人たちか。小天守はこれで全部か。整理すると火と金の天守を経由するルートの場合、風雅の側近にまつわる人や場所を調査する必要がある。つまりこれは現役忍者ルートだ。一方水、土、木の天守の主は城を去った。こっちは元城積みルートでどうだろう。センスの有無は置いておきましょう。こちらのルートの捜査対象は泉姫の関係者や陶芸家、それに梢殿と巫女衆でしたかね。最後に、どちらのルートを行くにしても大天守の情報は欠かせない。大天守内のからくりはもちろん、風雅との戦闘にも備えねばなりませんね。あの厄介な毒炎、何というのでしたっけ。村雲だ。あの技を見切らないことには勝ち目は薄いだろう。多分風雅も誰かからあの技を受け継いだんだと思うんだが。つまり村雲を風雅に伝授した師匠がいると。何か思い当たるような気もするんですが。
考え込んでんのは時間の無駄だ。とっとと捜査に出るぞ。ああそうだな、行動しているうちにピンとくることもあるかもしれない。よし、ルートの整理はここまでにしよう。よし、これで繋がった。みんな必ず潜入ルートを開通させよう。フーガの野望、ブロッサムへの討ち入りは絶対に阻止する。ということで、木馬さん、掛け声お願いできませんか？掛け声？ああ、あれか。おじさんじゃ役者不足じゃないかな。でしたら、私が変わりましょうか？ゲスに手を貸すのは慣れっこですし。遠慮しとくよ。ただでさえお前さんへの恩で気膨れしてるもの。そんなわけで、ゴッホン。ビーストおよびアウトイッター、忍者並びにドギー、以上4名。チームボンド、捜査開始だ。